お疲れちゃんです。ラットですね。今回はですね、こちらの枯渇デッキをですね、はい、紹介したいと思います。で、まあ吹き矢ゴブリンが強化されたというところで、吹き矢ゴブリンを採用していた後、このアウトローですね、まあ、メガナイトが増えたかな、ちょっとは。とか、まあ、プリンスとかの受けにも強いですし、っていうので、アウトロー、まあ、普通のアウトロー活の吹き矢版ですね。で、だからロケットでもいいんですよ、この早めの枠は。だけど、まあ、ライドラーがちょっと、まあ、厄介。ライドラーに対してロケットするのがなんかちょっともったいないですし、まあ、あれですね、なんか最近30種もちょっくら増えてきて、これですね、その枯渇三種。じゃない、これジャイ三種だけど、まあ30種が最近なんか増えてきたかな。っていうので、まあ、ファイボの方が30種に対して強いし、っていうかまあ、立ち回りやすいっていうので、まあ、ファイボを採用しています。っていうところで、はい。まあ、グラチャレかな、やっていきたいと思います。そう、久しぶりに8勝ぐらいまで来てるんでね。よし。さあ、まあ、8勝2敗なんですけども、負けたら終わりっちゃ終わりなんですけど、まあ、することないから、アイスピーで回して、バレルで、はい、トルネ警戒。まあ。警戒したけど、まあ、座れることありますよね。はい、メガゴ、遅延かな。これ、まあ、アウトローセパーして、すごい回転早いんですよね。3.0 なんで、めちゃくちゃ早いんですよね。で、まだ相手、ウッドを使ってないから、こういうところに吹き矢出して、ウッド使わせて、使ってくれないか。あ、使ってくれた。おいしい。これヤングでいいや。よいしょ。はいはいはい。はい、じゃあ遅延ゴレかな。遅延ゴレ。トルネロリババなんでね、結構突破するのが難しいイメージあるんですけど、まあ難しいですね。僕も枯渇そんな使うわけじゃないから、むずいんですよね。よいしょ。まあこれはハシマイプリンで、もう一個ユニットを探したい。やばいて。そんな攻めてくる。これ吹き矢でメガゴ処理して、これ、相手ロリババだからこのアウトロー処理できないんですよね。で、この間にバレル投げといて、はいはいはい。しかも相手今ベビドラ咲いたから、ちょっと遅れてバレルのダメージが入る。よいしょ。あー、で、これがロケットだったら、あれですね、ロケット削りとかもありますし、もっと楽なのかな。これはロケットの方が、防衛ロケットもありますし。けど、まあ、回転がこっちの方がやりやすいかな。これはウッドを転がすことによって、このちょっとのダメージを入れていく。で、これに対して大体メガゴ。まあ、そうですよね。はいはい。これは耐えたいですよね、こういうところは。ああ、そのトルネードうまい。ほとんど吹き飛ぶ。けど、これ耐えれますね。残り30秒。耐えつつ、逆サイ攻めていきたいですね。よいしょ。やばい。このベビドラがやばい。これやばい。このウッドやばいかも。落ちてる。落ちないや。ってことで、これは同点ですね。1-1になりましたね。さあ、問題がこっからだ。ここでもう一回ゴレ来ますね。そのゴレをどうやって抑えるかだな。こういうのって意外とな。こうバレルをちょっと外してあげると、相手はこういうのを外すんですよね、よく。あれ恥ずかしいけど今、あ、これはチャンス。いやー、延命したかった。いや、いいよ。 OK、 プリン頑張れ。で、これアイスピでライドラ止めたい。 OK。 あー、やばい。動画撮ってたけど全然喋ってなかった。ちょっと待って。やばい。めちゃくちゃ集中してた。やばいやばい。まあ、そういうこともありますよね。そういうこともありますね。ここの吹き矢が
強い。あー、読んでただと絶対たまたまだろ。あ、これ相手終わったくね、終わったくね。これ多分ファイブ回していいや。いや、しゃしゃったかも。これ回んないかも。え、なんかわかんないけど落ちた。よし、グッドゲーム。まあ勝ちは勝ちなんでね。はい、ということで遅延これは結構しんどいですけど、しんどいですけど、まあなんとか。あー、日付が変わった。ゴブジャイ美味しい。これは全部 OK。 よし、はい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 。これね、このグラム厄介ですよね。ライドラ、ライドラ、これでもライドラに対してそう吹き矢が強くなったから、ライドラの処理は吹き矢とかファイボーとかアイスピーとかを使ってですかね。だからそのライド、このアイスピーがですね結構相当重要でしてね、あのライドラが今増えてるイコール、まあちょっと嫌なんですけど、そのライドラが多いイコールそのキング起動しやすいっていうので、結構このアイスピーを使ってですね、まあ、キング起動のやり方を、まあ、知ってる人、まあ、知らない人もいるかもしれないんで、この次にここでできたらやりたいんですけど。あ、これチームケソのアンソニー、これあれですよ、世界大会に来るところですね。はい、ここですね、このタワーとタワーの間に、やばいやばい、そんなことしてた、エボンがあれだ。タワーとタワーの間のここですね、ここにアイスピーを出してあげることによってライドラーがユニット3つまでチェーンするんでね、テテテンってことで緊急度できますね。これ枯渇三振ですね。勝った、これは勝った、ごめんなさい、これは相性で勝ちましたね。これは多分バレル打つと後ろからギャングが出てくるから、ここで前にやってあげて読みウッドで、あ、恥ずかしい、間に合い。オッケー、延命。これ、左側ギャングかな？あ、ザッパ外した。え、そんなことある今。え、外したんじゃないのか、一発当てたのか。あ、しゃしゃった。しゃしゃって延命しようとしたけど、できなかったやつだ。あはー、でもこれはあれですね。相手これめちゃくちゃ上手い方ですね。けどもう、多分これは、本当に、もう10-0、10-0とまではいかないか、でも本当に9-1とかぐらい相性いいと思いますね。相手からしたらアウトローもしんどいですし、吹き矢もしんどいし、プリンセスもしんどいんでね。けどまあ、唯一怖いのはガゴムレかな。ガゴムレで突破されるのが怖いから、しかも今ディガーサイタス。これリポニー5を打たない方がいいかも。打たずに、はい、この小ジョバは美味しい。大体多分どっかに端前サイズがワンチャン来るかな。ここは来ないか。いや、これプリン延命したい。惜しい。惜しい。惜しい、惜しい、惜しい。まあ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 。しっかりね、後ろから組み立てていけば、怖いものはない。よし。はいはいはい。んー、よいしょ。もうこれは。相手が三振出す、取ってよいしょ、はい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 、はい、これも許容ですね。で1個アイスピで止めてからのバレル飛ばしてウッド転がして、あー、ウッドやー、いらんかったー、けどいいや。やばいやばいやばい、待って待って待って、あのめっちゃ相性いいみたいな言ってたの、やばいやばい。え、これやばい。やばいよー。やばい。やばい。それは相手がうまいのか。やばい。俺が下手くそなのか。相手がうまいんだ。やばい。これやばい。出しゃばった。やばい。OK。さすがに勝った。さすがに勝ったろ。さすがに勝ったろ。あ、これファイブダウンした。あぶねえ。あぶねえ。負けるとこだった。グッドゲーム。これはでも申し訳ない。申し訳ない。圧倒的に相手の方が上手だった。
上手だったけど、相性でなんとかギリ勝てましたね。はい、これチームケソってことですね、 TQ は。あ、危ない危ないですね。今2000か、はい、ラスト、よし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 。ってことで3時期多いな、マジで多い、マジで多い。だからグラチャレとかはあり、マジであり。よしよしよし。あ、そう、近畿軌道だ、近畿軌道できなかった。ライドラが来てない、ライドラが来てない。まあ、タワーとタワーの間に1体ですね、1体じゃないとダメですね。よし、うっさ、よろしくん。これ開幕バレルが強いみたいなことを KK が言ってたけど、もう遅かったか。あー、これはお気づきでしょうか皆さん、相手はまたまた枯渇三重士じゃね。これさてはマジで、だマジで、俺ほんまにほんまにこれガチで来たわ来たわ。いい、流行りメタ、流行りメタデッキや、これ。これ、ディガープラスのなんか、来るよね。痛い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 。プリンめっちゃ前出るやん、自分から。いや、でもいいや。これはもう、これで、ウッド裂いて、枯渇、あれ、ギャングバイバイからのも、あー。はい。はい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 。オッケーオッケーオッケー。オッケー、いいダメージ、いいダメージ。いいダメージなんですけど、なんかね、さっきから結構押される。いやー、危ない、危ない、危ない。痛いよー。よし。で、あそこのリボン壊したいですよね。ここでバレル裂いたら多分ガコムレで防衛されるから、ここ一回リボンだな。で、これ相手は両方防衛しないといけないっていうこの苦しいさ。よし。はい。まあまあまあ、これウッドでいいかな。いや、ウッドでいいや。ちょい、ちょいリードされてるですね。やっぱエリポンが、なかなか、強いけど、プリンセスとアウトローとか、ギャングとかを固めてしまえば、相手はきついですから。よいしょ。はいはいはい。で、ここでまた、相手は、あれなんですよね。ギャングで防衛するしかないから。バレる前に落としてあげて、ウッド転がすと 100% 命中する。よし、ようにできてますね。アプリ残んないか。ここで一気にゴリ押しで攻めてあげると相手は多分結構苦しいんですよね。これがで1個ターゲット取ってから SP で止めて、あ、オッケー、勝った多分。あ、無理だ、しちゃった、やばい。あー、それ相手がうまい。いやー、やったー。このプリンセスは延命したいんで、アウトローを犠牲にします。いやー、やったなー、今のは延命できてたなー。苦しいよー、これこれ苦しいよよしよし。まあまあまあ、耐えて、耐えて。オッケー、来た、カウンター。カウンターの準備が整いましたね。はい、吹き矢もある。これでもう全部ユニット重ねてあげて、重ねてあげて、ここら辺に30来るから ISP 出して、出てこなかったよー。けど、よいしょ、ご延命ですね。この相手はプリンセスが処理できないっていう、この辛さ。これ辛いですね、相手。相手辛いですね。相手辛いですね。あー、そっちねー。まあそうか。はい。これ相手なかなか辛いですね。これもう、いじめかのようにユニットを貯めてあげますね。よし。で、これプリンセスが、あー、惜しい。惜しい。で、これもうアウトローこういうところに出してあげると、あー、いい防衛ですね、相手さん。はい、もう、勝ち。はい、まだ終わり。で、30C 読みのウッド。はい。はい、グッドゲーム。よし、もう 30C ばっかり。30C しかいない。ほんとに 30C ばっかり。ってことで、使いましょう、皆さん、こちら。もう 30C、30C、相手 J3C みたいな。ね。
ところがあるんで、まあね、皆さんぜひこちら使ってみてくださいということで、まあ、12勝目はね、はい、こっそり12勝しておきます、まあ、できるかわかんないんですけど、はい、ということで以上になります。お疲れ様です。バイバイ。